走り雲は、大柄な徘徊性の雲である。素早く走ることができ、また水辺に生活し、水面や水中で活動できるものも多い。走り雲族は、岸田雲家の中で、大柄で活動的な、時に美しい種を含む。徘徊性で網を張らずに獲物を捕らえる。この族以外にもこの名を持つ例はあるが、この項ではこの族について記す。水辺に生活する種が多く、 それらは水面にメンボのように浮かび、また素早く水面を走り、時に水中に潜り、水底に捕まって1時間の潜水を行うものまである。それらは水中の小動物、時に小さな魚を獲物にすることがあり、英名のフィッシングスパイダーはこれによる。ただし水辺以外の生息地に生活する種も多い。中型から大型の雲で頑丈な不足を持つ。全中目が、 前側岩より大きく、前中目と後中目で作られる四角形は縦長。顎の後列の歯が4つある。ふわしはどれもほぼ同じ長さで、第四脚は第一脚より少しだけ長い。徘徊性の雲であり、一般には待ち伏せしているところを見ることが多い。ただし一部では、妖精が棚網を張ることが知られる。陸上では、草の上に出て、じっとしている。 危険を感じると草間に逃げ込む。樹木の幹に下向きに止まって待機する者も,もいる。水辺のものは水辺の石の上に静止するものもある。そのようなものは危険が迫ると水面に逃れ、素早く走って時に水中に逃れる。中には1時間にもわたって水中に潜り続けられる種もある。さらに暑い日に体温低下を求めて水中に入る種もある。 水辺に生息するものの場合、水中の獲物を求め、浮草などの上に体を固定し、第一脚を水面に触れさせる、待機姿勢を取るものがある。これは、獲物が水面を揺らす振動を受け止めるためのもので、クモはその獲物を水中から引っ張り上げるようにして捉えることができる。多くの場合、獲物は水性昆虫であるが、オタマジャクシや小型魚類を獲物にすることも知られる。 なお、このような種は、水雲と間違われる場合がある。配偶行動は、比較的単純で、岸田雲かに見られる、求愛求時は行わないようだ。メスは乱納を後期につけて持ち運び、この間は、メス親は餌を取らない。孵化の直前には、網のような構造を作って、そこに乱納を下げ、小雲が出てきてその網でいを作り、それから分散するまでメス雲はその傍らに待機する。 世界に広く分布し、約100種が知られる。日本では11種が知られる。本土において、最も普通なのは洋色走り雲で、全身が褐色のものと、両側に白い縦半があるものがあり、かつてはこの類の分類に、大きな混乱を生じた。それについては該当校を参照のこと。これに、そっくりなものに筋細走り雲やババ走り雲がある。これらは、水辺から、 草地、林園まで生息域が広い。類似した半門を持つスジブト走り雲は、平地の水辺に多く、スジアカ走り雲は、森林の谷間に多い。青黒走り雲は、新緑系のブッチ模様があり、渓流から川の水辺に生息する。南西諸島ではこれらと、類似する別の種が生息する。以下、日本産の種を挙げておく。それ以外のものについては、 岸田雲科の属種の一覧を参照のこと。青木監修、P83 以下、種として尾 P、小野 P216 青木監修、P83。ありがとうございます。